ではお呼びいたしましょう。本日のスペシャルゲスト、大村崑さんです。大きな拍手でお迎えください。ご紹介いただきました高倉健です。こういった皆さん笑っていただいたでしょう。高倉健さんのお名前を貸してもらってね、なんでこんちゃん自分の名前言えへんや、そう思われた方とかあると思います。実は高倉健さんと私は同い年だ。つい先だって83歳でお亡くなりになりました。私はね、高倉健さんの背中見て生きてたんですよ。同い年だから、昔から親しかったからね。漁師は勉強しても二枚目できないけど、あのそのシャーンとしてるあの背筋ね、あれを見てね、僕は小さいながらでも背筋を伸ばして生きていこうという僕の目標だった人は消えちゃったんですよ。皆さん、私はあの人の副役が見たかったんですよ。でも一生おそらく年いっても副役やらない人だなと思ってたら、僕より先に消えちゃったわけです。83歳。消えるんですよ、この頃役者が。皆さん、お年召した方はご存知ですけど、私と一緒にあの当時約50年か60年ほど前に仕事した人間で、笹十郎さんというのを知っていたでしょうね。知ってる方大勢なんか何人かいらっしゃいます。笹十郎、茶川一郎で、私はよく考えてくれました。あ、藤山甘美のお兄さんとか、私と同い年の芦屋雁之助とか、つい最近では藤田誠さん、誠さんも死にました。みんな行っちゃったんですよ。東京の方に目を移したら、あのおしゃまんべって言ってたゆりとおるさん、面白い、佐山俊二さん、それから平凡太郎さん、石井金さん、谷寛一、関啓六、厚見清さん、寅さん、この人たちがみんな消えちゃったんですよ。僕は友達がもうほとんど先輩もね、いなくなったんですよ。だけど僕だけが残ったって、僕だけが残った喜劇人で、古い喜劇人はもう誰もいないんですよ。なぜ残ったか、これ皆さん覚えててください。なぜこんちゃんはこうして元気に生きて出てきたかって、コロナミン C を飲んでるからです。いや、笑うでしょ、半分笑うでしょ、冗談とともでしょ、マジで考えてください。僕はオロナミン C のコマーシャルやってからもう3年前に契約終わりましたよ。今終わったらもう何飲んでもいいのよ、本当は。でも飲まない。ハワイ行ってもコカ・コーラも飲まない、オロナミン C オンリー。終わってからもオロナミン C をどんどん送ってくれますよ、うちに。冷蔵庫3つありますよ、うち入れてて、お客さん来るとオロナミン C 出しますよ。宅急便さんが汗かいてきたらあげますよ。タクシーの運転手さん来てちょっと待たすときはあげますよ。なぜあげるかって言ったらね、清さん近所にいるんですよ、清さんはね。清さんとこ行ったらお茶が出るんですって、タクシーの運転手さんが。西川清さんとこはお茶が出るんで、冷たいお茶があって、悔しいから僕はオロナミン C出すようになったんですよ。なんでだから、オロナミン C たくさんいるんですよ、送ってもらうから飲んでるんですよ。だから元気なんです。僕はオロナ元気はつらつオロナミン C って言ってから飲んでるんですよ。だから今からでも遅くないからね、皆さん100年ちょっとでしょう、元気になろうと思ったら飲むんですよ。それも暗示かけるんですよ。ただ むやみやたら飲むだけ話に、飲んでこれを飲んだら俺は元気になるぞとか、暗示くらいに示すと書いたら、これはお金いらないんですよ。お金じゃないで元気になれるんです、暗示。なぜ僕が暗示をかけてやるか言ったらね、朝起きるとき起きなかったりとかね、時計が壊れてたとか、ホテルのフロントさんが夜の人に頼んどいたら朝いなくなって起こし損なうって、ちょっと迷惑かけたことあるんですよ、現場でね。でなんでその起きれないのかな、自分で、まあ、目の悪い夫婦してたんですよ、マッサージするあんまさん。そのおばちゃんに聞いたら、ね、時計なしでも起きるの、どうして起きてんの言ったらね、枕叩くんだ、枕寝しなみ、げんこつこしらえて枕を6時に起きるときは1、2、3、4、5、6叩んでへっこんだとこへ頭を置いて寝たら6時に起きるよって言うんですよ。
初めのうちはそんな嘘だな。これが暗示なんですよ。起こしてくれるんですよ。嘘だと思ったら今晩からやってください皆さん。6時に起きたい人は6時。1,2,3,4,5,6 って変更だった、変更だったところに頭乗せていくなら6時5分前に起こしてくれますよ。初めのうちは失敗しますよ。だからもう本当5、6回やったら6時に起きますよ。それは枕が起こしてくれるんじゃないんですよ。自分の頭の中の時計が起こしてくれるんですよ。7時に起きたら遅すぎる、6時で早すぎる、最近はできるんだよ。6時半に起きることができるんですよ。半1,2,3,4,5,6 半はこう、これが半ですよ。自分でこしなきゃ時計いらないんですよ。だから頭でも見てください。これ頭、83歳の方、男の方ですけどいらっしゃったらちょっと手を挙げてください。もうだんだん少なくなるんですよ。昔はうわーっと上がったんですけど、いない83歳いない、あ、いないんだ。いなくてもこれ生きてるって。これ髪の毛見てください。これカズラじゃないよ。中には降りていってね、こういうところで話するとね、奥さんがこうして歩くとこね、あのカズラと違うわとか、あ、こんちゃん、あ、地頭やわとか言う人あるんですよ。地頭よ、一本もつけてませんよ。歯、歯見てください。歯全部自分の歯だよ。これ全部それで歯医者さんが言って口開けて見せてくれて見せたら間違いなく本当の歯ですって。なぜ？これはさっき言った暗示だから、皆さんも暗示かけて俺らに忍んだ時に元気で行くんだよと、今日も元気、明日も元気って言ったら元気がずっと持続するんです。それから毛はもう抜けないよ言ったら抜けなくなるんですよ。僕も本当抜け出したんだよ。何年か前に散髪屋さんが言いましたよ。40年通ってる散髪屋さんが、あー、こんちゃん、いよいよ来ましたね、あんたも、って来たねって。もうなんか綿みたいな毛になっちゃってね、今から押さえるけどここね、それからここひらひらして、あー、どうする、こんなハゲかって嘘なってきたら、かっこのいい、もう3枚目に人が笑うようなこうハゲ方にならんかななんて冗談言ってたんですよ。それから暗示かけたんですよ。鏡見て歯磨いて夜寝しないに、こら大村君、頭はげたらどうすんじゃって、坊さんしかけえへんで焼くわとか言ってガーって言ったらね、はげ吐いてきたんですよ。今度散髪屋さんが、何飲んでるんですか、何飲んでるんですか、ちょっと教えてください、毛分厚くなってきましたよ。だ、暗示、嘘でもない、ほんとお願いだ。今日来てくださる方はいい方ばっかりと思うんだよね、僕を愛してくれるいいお客さんだから、プレゼントとして僕は差し上げる、暗示を持って帰ってうちでやってください。だから絶対芸能界の人間が今日うちの若い人たち来てますけど、聞いてもらったら分かるけどね、芸能界で絶対言わないセリフがあるんです。これも覚えておいてください。今から写真撮るときね、必ず年いった人はね、僕の腕組んでね、言う人がいるんですよ。いい死に目ができたとかね、こんちゃんと一緒に死に土産って言うんですよ。そういうこと言う人とは一緒に写真撮らない。そんな死に連れていかれたら困るから私は。芸能界はどんなに年いってもね、死に土産とか、あ、もうちょっと若かったらとか、あ、もう10年若かったらとか、逆戻りすることは言わない。くちゃくちゃのおばあさんの役者さんでも、周囲の人間は、若いねえ、何々さん今日若いねえとか、お元気ですねえとか、体がこないなってきても元気ですねって舞台出たらシャンとして芝居するんですよ。マラソンで皆さんコーステープ切って倒れる人いるでしょ。あれと一緒ですよ。どんちょうがさーっと降りた途端にバタバタと倒れる人何人かいますよ。体の調子悪い人はそんだけしっかりやってけど、終わったらパタッと帰って楽屋は点滴して病室になるような人いっぱいいますよ。でも夜の子がカーンとなったらまた元気でやるんですよ。暗示、元気でいけなければ皆さんに迷惑かかるっていうことだから、役者ってのは元気で折れるわけです。だから役者の日頃考えてることを皆さんやっていただいたら、まだおまけに言いますよ、笑う、笑わないんです。今見てても笑ってる人でも笑ってる人、心の底から笑う。一日ねおしっこちびるぐらい笑う時あるんですよ。女の人は聞いたら、杉村春子さんに聞いたことあるんですよ。あの名優のあのおばさんはね、こんちゃん、女はおしっこちびんのよとか言う。
そんな笑わさんといてもちびるからっていう。男は年いってもちびらないんですよ。おしは男は年いってもう死ぬ間際になったらちびりますよ。だから女の人はね、若くてもちびるんだって。ちょっと美容の話になりましたけど、そのちびるほど体が揺れるぐらい刺激するぐらい笑わなかったらダメ。だからこれから撮る写真撮る人、笑わなかったらシャッター落ちないよ。そういうカメラ持ってきてるから、二人並んで写真撮って僕が笑ってんのにやれ、でこっちの人がコマーシャル貼ってる締めたような顔してたら面白くないじゃないですか。笑うと、皆さん言っておきますよ、60の人は50になる、70の人は60に見える。なぜ？口角上がるから。僕でも笑わんと普通の顔してたら指名手配中のコマーシャルの貼ってる顔と同じ顔になるよ。見せてあげようか。役者だから一遍演技してみるけどね、瞬間的に来たら恐ろしい顔がいい顔になる方法があるんですよ。僕今から物言わないから僕の顔よく見てて。大村君が済ましてたらこんな顔。どうですか、瞬間に変わったでしょ。自分で面白いこと考えるんですよ。表情だけで笑ったら全然ついてこないんですよ。だからチーズとかね、ハッピーとかね、1たす1は2なんてあんな言う必要ないんですよ。自分で楽しかったことを考えるんです。まず一番最初に考えることは、嫁さんと初めて会ったデートした時のことを考えたらすぐ笑うよ。夫婦だったらあんな楽しかったわ。で、子供ができた、抱いた時に楽しかった時のことを瞬間に思うんですよ。そうすると心の底から笑うんですよ。その笑ってる時に撮ってもらうんですよ。口角上がってるぐらい、それ女の子と見えも笑いですでしょ。背筋を伸ばす。今も椅子に座ってるけど、この椅子座らない。必ず、師匠さんの名前言ったら。5センチ伸びた、ほれ。今伸ばした人は5センチ伸びた。身長低くても、伸ばすと、大きく見える。これはマジック。芸能界の役者さんは若く見える。あ、小さい、小さいのに大きく見えた。北島三郎さん、ものすごく小さいよ。僕も何年もお芝居したけど、こんなんよ、あの人。着物もらったけどツンツン取れんやで。いやでもの大きく見える舞台では共演者は大きな役者いっぱい集めてやるから、ほんと小さかったら小さい役者ばっかり集めるでしょ。違うんです。大きな役者をぐるりに置いて着るんですよ。その大きなやつと大きい役者に見えるんです。だから皆さん、そういう意味ではね、これからの暗示を言うことと、毎日笑うということと、ストレスをためない、ストレスをためるということは3つあるんですよ。ストレスを取る方法、ストレスっていうものは入ってきたら恐ろしい病気につながって死につながるっていうことは皆さん知ってるけど、ストレスを見たことないんですよ。食べたことないんですよ。触ったことないんですよ。だからストレスって言うけどもほったらかしてるんですよ。見ず知らずのうちにストレス入ってくるんですよ。植木なんかでもここほっとたらカラカラって死んじゃうでしょ。犬でも餌やらずに水やらずに死んじゃうでしょ。植木でも死ぬんですよ。こういうとこでもってしばらく置いたら死ぬよ、みんな全部。2年ほどいてたら。それをこう、なくするにはどうするかやったら、1番、笑う。2番、ショッピング。ショッピングはものすごいストレス取れるの。100円のもんであと100円、1000円のもんでもいいけど、自分が見て、あ、いいなと思ったらすぐ買う。持って帰って使う。持って帰って着る。それを着て、外に出て、あ、よくお似合いですね、奥さん言われた時はストレスがダッと取れて10年ぐらい長く起きる。顔も綺麗なのよ。だから笑う、ストレス、それから噂話、話する。噂話って大沢さんって悪口じゃないよ。みんなと楽しい話をする。その3つをできた人が森重久や。皆さん、森重久やったら笑ってショッピングして、そして噂話のもう大将でした。表も面白い、楽屋も嬉しい、面白い、うち訪ねて行っても面白い。あの面白い人が死にました。96歳で。晩年はもう葬儀場でずっと会いました。僕は長いこと葬儀やってますからね。赤井礼儀さん、もう普通、そこらの葬儀屋さんは負けへんよ。全部。街歩いてて葬儀屋さんって言われるんですから、この頃。本当の葬儀屋さんが挨拶に来てくれるんですから。
本当半端じゃないほど知ってますよ、葬儀のこと。その葬儀屋さんの世界の青山斎場で森重の親さんと会うんですよ。で会ってね、外へ出て行って挨拶するでしょ。そうすると僕も見て、あんたどなたって言うんですよ。で先生忘れて、大阪の大村コンですから、コンちゃんですよ。コンちゃんだ、コンちゃん、あんた死んだと聞いたって言うんですよ。違うんですよ。その駐車場にたくさん来て、主を待ってる運転手さんを笑わすために駐車場でそれやるんです。僕もそれでずっこけるんですよ。笑うでしょ。森重さんと大村君が葬儀場の駐車場で芸するんですよ。中では木魚を叩いてお線香をあげて目が洗えてるんですよ。外で大笑いです。そんな7回やりました、その青山斎場同じこと。で僕もやってもらいたいから、また先回りして、先生お久しぶりですから、あんたはどなたないし飽きたなと思うから、またお忘れですが、大村コンですよ、コンちゃんですよ。コンちゃん、コンちゃんだって言ってみんなに呼んどいてね、あんた死んだと聞いたって。また運転手さんはしょっちゅう変わってるから、みんなその場で笑うんですよ。笑いを作って配給する人は、あの人僕は大尊敬しますよ。だから僕の体の中には、背中は高倉健ですから、体の中は森重久が生きてますよ。だから皆さんもこれからね、今日生きた大村コンと会ったな、会っただけじゃなしに、あ、大村君あんなこと言ってたな、これを生活の中に入れよう。もう一つサービス言いますよ。孫は可愛い、これ古い言葉にあるんですけど、今忘れられてますけど覚えておいてください。孫は可愛い、簡単でしょ。それを食べるんですって。孫の間はね、ま、孫の間は豆、ここら辺の名物です。豆、もうこのことすぐ出てこない。豆、まあ、ごま、ごまもするんですって。そのまま食べたら消化悪いから出ちゃうから、するんですって、ごまは。まあ、ごわ、わ、わ、わかめ、海藻、わ、優しい、野菜、さは魚、優しい、しいたけ、しいたけ類ね、根っこのね、それから、いい、なんだと思います?知らないですよ。芋よ。食べてる?こっちの ご当地の人は食べてますよね。じゃがいももいいけどね、さつまいもがいいんだって。さつまいも一日、このぐらいでもいいから、大きいやつ、半分だけでもおやつに食べさせるようにすると元気になるって。マンゴーは優しい。これずっとやってますよ、僕、家で。冷蔵庫に貼ってますよ。女房もお手伝いさんもそれを関係見ながらちゃんと食べさせてくれます。一日必ず豆は食べるし、芋は食べるし。だから毛は生えてきたしね、歯は抜けないし、皮膚もこんなに元気ない。シワなんか今裸にしたって見せてあげたいけど、シワないよ。こんな喉のところにシワシワがないよ。体もいい体してるし。だから83歳の方来てって言ったけど、いないけど、いつもやったら上がらすんですよ、こう。で83歳全部並びました、昭和6年って。この中で誰が一番若いですかって、みんな帰ってくるんですよ、ずっと。こういう芸をするんですよ。だけど83歳がいなくなったということは寂しいけど、これからは昭和のこの町ができてきたということは素晴らしい。なぜそんなことを言うか言ったら、僕はミゼット時になったんですよ。ミゼットから日本は成長したんですよ。昔は目な木の車ですよ、リアカーですよ、それに乗って地域だけ回ってたんですよ。あのミゼットができてから、隣の町、もう一つ隣の町まで商売を広げていったんですよ。経済がどんどん伸びたんですよ。あれができていっぱいで、あちこちで倒れてましたよ、あの生地逆らってひっくり返って。そうするとみんな、こんちゃん、あんたの親戚が倒れたから起こそうってみんな起こして、でその寝たまま起こしてもって、運転手さんが、すみません、OK に言いながらバタバタ行ったんですよ。今そのミゼットが今日飾ってるっていうのはね、涙出ますよ。ミゼットがあれは感謝しなきゃ、昭和の象徴ですから。昭和なんでみんな受けるかって言ったらね、明治村もダメ、大正村もう一つダメ。なぜ?もう届かない。明治の人いない、大正の人もいない。昭和なぜ受けるかって言ったら、今生きてる人がいるし、その人たちの今度は孫が興味を持つんですよ。
例えば削りカツオでもうちはあったよこんなんって言って見せると、孫はそういや小さい時うちあったね、引っ越ししたけどなくなったけどうちこれでカツオおばあちゃんカツってこつてたねとか言ってね、そういうものがいっぱいこういう声来ると開けるんです、合うんですよ。買い物しようとはですよ、今日観光地観光に来てる方はどうぞその昭和のものを買って帰ってください。ショッピングの中の一つ大きな問題、ストレス取りますから。だから昭和の街を応援するために僕生きてます。まさしく昭和の人間ですよ。昭和6年までです、ね。もう言ってることは間違いないですよ。どうぞ。僕の言ってることを、例えば半分でも三分の一でも皆さん消化して体の中に入れて、頭に入れて生きていただいたら、今現在よりも老けない。もうこれ以上若くはなれない。でも老けない。これが大事なんですよ。年はいくけど、老けないっていうことは大事なの。僕老けないでしょ、まだ。徐々に老けてるよ。ダクダクするて、徐々に老けてきてるけど、こんなに元気です。与えられた時間が15分でした。もう過ぎてると思いますので、この辺で終わりますけど、どうぞ皆さんのお元気を祈っています。今日たくさん来ていただいてありがとうございます。こんな天気は私のせいです。なぜかったら60年芸能界にいて、私は催し物でプロで行ったと現場では、ロケ現場では雨降ったことないです。僕が来るとなぜかいつもお天気が来る。僕が帰るとお天気が崩れるって。日本の芸能界聞いてください。撮影所行ってどこ行っても、大村君は天気男だ。石原裕次郎は雨男でずっと雨だった。あるんですよ、そういうのは。天気男。で、僕が入ってくると、こう、寂れてる店も、お客さんいっぱい入ってくるっていう、そんなのもあるんです。だから僕と握手したら、弦がいいと思いますよ。だから皆さん、握手しましょう。話しましょう。サイン状来てください。それから、撮影の件が回ってる人は一緒に笑いながら撮影しましょう。そういうことで、しばらくここで遊んでます。お達者で、ありがとうございました。オープン。ありがとうございました。大村崑さんでした。元気はつらつな、どうかありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと握手させてもらっていいですか。もう、ラジオで有名な方。いやいや、そんな大したことないです。いやいや、すごいの聞いてますよ、私は。いやいや、もう大したことないです、ほっとね。今日、ファンの方が。これどこで買ったの？初期バージョンで、これを。これどこで？この写真ちょっとないです。これは一番古いやつです。はい。これ、うん。うん、これね、これ、顔中、シワだらけでしょ。なぜ書いたらね、19歳の時、肺結核を患ってね、2年療養生活してね、片っぽの耳の胸がない。その療養生活が出てきて、でその医者が、お前はもう生きられんから、40までしか生きられんから、結婚もできんし、はい、死ぬから、丹波でもどこでも行ってね、空気のいいとこにいてね、母を連れて行って、親父は写真やってましたから、もう神戸に置いといて、お前だけ田舎行けと、いい空気吸って、野生食べて、長生きするには 40までしか生きられへんからって言って、その5年か6年のうちにこれ捉えたんですよ。爆発する人気で。だから病人の顔ですよ、これ。僕にして嫌な顔ですけどね。痩せてガリガリ。だから片っぽの肺がないというのは日本の芸能界で渥美清、森光子、大村君、3人ですよ。2人とも死んじゃったけど。1つしかないんですよ、これ1つしか。で、これ生きてます。これ後ろも大村君でしょ？後ろも大村君。はい。これガリガリの顔。ね。こんな痩せてたけど、オロナミン忍んでこんな元気になったから。あとでサインしてあげよう。ね、はい、はい、どうも。ありがとうございます。OK に。はい、お嫁さん？違います。お父さんです。今日これ3回目でございます。先生。ありがとうございました。いえいえ。さあ、はい、さっき、大村崑さんご本人からもあったんですけど、はい、この後サイン会と撮影会があるんですね。はいはい、じゃあ詳しくもう一度説明をお願いします、はい。改めてご紹介します。この後12時からサイン会。こちら先着100名様になっています。はい、次、13時50分から記念写真の撮影会。こちらは50名様先着になっております。場所が、湯の山街道駐車場。湯の山街道駐車場。昔の消防署の跡になってます。今の笑い何ですか？いや、なんかこう。ああ、そう先生と一緒に撮ってもらいなさい。いや、ものすごい背が高いしやな。元気発達ですから。でも、ちょっとこんなかかとが高いね、これは。そうですね。だいぶ底上げしてますけどね。180センチぐらいありますけど。だから、暗示を曲げるんですよ。僕は大きいと思う。ちっちゃいと思って。私はちょっと小さめに見えるって暗示かけたら、お前、暗示かけなさい。ね、芸能界暗示ですから。はい、暗示です。この暗示かかりましたね。はい、
これぐらいですね、ちょうど。見上げるほどが。どうも夢だったよ。あ、僕の嫁さんはこう、背が高いですよね、紹介、うちの家内ですって、こういうふうにしたかったんですよ。僕の、それで二人で漫才したかったんですよ。あ、見事漫才。名前まで作ってあったんですよ。あ、なんていうんですか。あいうえお。はい。かきくけこ。なんかこれ、なんという字みたいな感じですね。いや、そういう昔は男と女で、女がボロカスに突っ込んで、はい、ボケる男っていうのが受けたんですよ。そうです。人生功労賞もそうですよね。そうそう、そういう意味だった。そうですか。ぜひいつか書きかけことして。そうですね。そんな、ビッグネームと漫才できるすごいことですよ。大村ポン先生ですよ、本当に。先生、先生、今日は言わといてね、はい、なんか産婦人科の先生みたいに思われる。僕は本当ね、今日来てね、あちこちでこんちゃんこんちゃんって言われてね、ものすごく嬉しい。僕は一生最後こんなおじいさんになっても白髪になってこんなになってもこんちゃんって言ってもらえると思ってたのに、この頃はもう先生という人いなくなって、まあまあ新幹線乗っててもあ秋山さんとかね、いや本当にですか、葬儀屋さんとか言われてね、それ以外何言われるか言ったらお相撲よう見てまんなとか言ってさ。ということは今日は街角でお会いしてもコンちゃん。そうですよ。よろしいですか、はい、今日はあの、はい、コンちゃんが、このなめら商店街をね、はい、いろんなところに登場されますので、はいはい、ぜひあの、ね、はい、お声がくださいませ。じゃあ、この時間のスペシャルゲストは、コンちゃんこと、大村コンさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。うわぁ、本物で。うわありがとうございます。ありがとうございました。さっきあの元気はつらつっておっしゃった瞬間、僕はあの背筋がね、ザッとしました。本物や。本物がね、メガネ落とされた時もうちょっと痺りそうになりましたね。女性ともちびってましたけどね。そうです、ね。はい。皆さん本当ありがとうございました。この後、大村コンさんのコンちゃんの、撮影会とサイン会ありますのでね、あの限定人数って言いますか、人数に限りがございますので、お急ぎくださいませ。はい、場所はですね、それぞれ、旧消防車跡のとこですのでね。はい、会場マップをお持ちの方は7番になります、ね。はい、会場になっておりますので見ておいてください。はい、さてこの後こちらのメインステージではキャッスルジャズバンドの演奏が行われます。12時から行われますので、まだあの少し前にご案内いたしますので、ぜひ皆さんお集まりくださいませ。今日はですね、本当たくさんの皆さんにレトロジー2015お越しくださいまして本当ありがとうございます。じゃあ今日は昭和の香りをゆっくりとお楽しみくださいませ。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。